はい、というわけで久しぶりなんですけども、今日はクリニックに行ってメンテナンスをしたいと思います。はい、今メイク落としたんですけども、こんな感じです。で、気になってんのは一回すねこすりだからね、まあこっちはもともとそんなでもないんだけど、若干ここはこう線が入り気味なんですよね。一回ね、スネコスを週に1回をかける4回っていうのをやってだいぶふっくらしたんですけど、だいぶ経ってちょっと減ってきたなっていう感じがするので、メンテって感じで久しぶりにスネコス注射を目元にしたいと思います。ちょっとこっちは量多めで、洗った時にちょっとこっちの方が少ないんだよね、なんかこう涙袋的なところのやつがね、入れたいと思います。はい、でデコはね、あ、やめてやめて、私すごいデコが動いて、デコジャがすごいので、デコはもう50億年ぶりぐらいにボトックス入れたいと思います。他は特に注入とか全く今ねやっていないので、ヒアルロン酸とかも入れたことないんだけど、ここら辺とかもスネコス打てたら打ちたいかなっていう感じで、ちょっと相談しながらやっていこうと思います。というわけで、じゃあ行ってみよう。デコジャシール、本当、右左で結構違う。おー、でもなんか、なんか入った感がありますね、若干。本当だ、面白い。俺もそれやっぱりすごい引き込むので、さらに明日もう一回張り込みが絶対入れてるエリアが出るんですよ。ここの今、余力が思ったりしたのが、このぐらいしたと。なるほど。欲張ると変になるんですね。ああ、だから痛くないのか、なんでこんな痛くないんだろうと思っちゃった。じゃあ、膨らませてよりも、こう、針を与えてくれます。ちょっと。これ、大体どれぐらい持ちますか？これは今入れてるの1年か1年半。ああ、でもそんな持つんだ。なんかめちゃめちゃよく笑ってたら、早くダメになっちゃうとかですかね。そういう癖ですか、やっぱ動かし方とか。動いてる。でも唇とかすごい痛いって言いますね。全然痛くない。確かに本当だ、影が浅くなった気がする。動画撮ってる時上からのライトなんで、すごい影が気になってたんですよ。
確かに変わるもんだな。この深いカビはこっちの方がかかって、うん、こっちの方が少し多め、うん、はーい。全部でどれぐらい入れたんですか今。7。変わるの。こっちの方が2:1ぐらい。うん、なるほど。おー、普通なんかブルブルしません？いつもブルブルします。ブルブルって何なんですか？ブルブルはこの振動をかけるせい。何これ、ブルブルペ。すごいひねりのない名前、面白い。これ絶対毎回涙出ちゃう。振動を書くのが強かったけど、脳に伝える振動が伝わりやすい。振動書くで痛覚をごまかすと。確かに。大丈夫です。結構ボトックスって落ち着いたらなんかスネコスとか入れた方がなんかまるっとしますか、ね、とかちょっと思ってたんですよ。やっぱりちょっと今刻まれてきてるし、そうなんですよ。これは針を与えた方がいいですね。ただまずこれを作ってる動き自体しっかり考えてます、うんうん、どんぐらい開けたらできるんですか。もう1日開いてればできます。あ、そうなんだ。横に拡散する成分。ボトックスが止めたい場所に広く効きすぎてしまう。なるほど。デザインできなくなってしまう。同じ木はできないです。翌日はもうボトックスが吸収する場でされちゃいます。ボトックスの場所に。はい。もう開けると目が出ちゃう。結構昔なんか正気麻酔やってもらった気がするけど、大してなんかそんなスネコスぐらいだった感じがする。そうですね。ちょっと動き見ながら前にグルーッと上に行きましょうか。いつの前でグッと上げています。はい、楽にします。はい。あ、これで終わりですか。ちょっと動き最後確認します。はい。やばい、こんな早かったっけ。スネコスが最強すぎて全然目を開けられなかった。痛いわけじゃない。グッと眉毛を上げて。そうなんですよ。おめでとう。しれっと、ありがとうございます。あ、今ぼちょってなってて、すごい蚊に刺されたみたいな。そうですね、スネコスより出るのが早いですね。すごい顔を蚊に刺された人みたいな。ほんとちょっとなのに効くんですね。あんま入れすぎると、そっか、顔が人形みたいになっちゃうのか。心配なのは一番下も結構よれてたので、うんうん、そこまでがっちり上ほど溜めてしまうと結構重くなっちゃうので、眉毛の上下動を多少残してますので、はい、ただ上がしっかり止まってる分、下のよれがここちょっと上がせき止めるように深まってしまう場合があるので、その場合は少し追加しますので、はい、はい、終了。はい、ありがとうございます。すごい。変な顔。はい、ということで帰宅いたしました。今の顔面がこんな感じ。張り穴が今ちまちまちまっとあるけど、そんなにね、少量ずつなんで、ボコボコはそこまで
まあ著名ではないので、まあ前髪ある人とは全然バレなそうっていう感じぐらい。で、今日注入受けちゃったら静かにしててね。うん、ちゃったらちょっと静かにねしててね。今ね喋ってるからね。はい。で、今日はまあ注入系やってる時はボトックスだけじゃないけど、内出血とかで温まるとよりひどくなったりすることもあるので、今日はあったかいお湯に長時間使うとか、運動とかお酒とかやめとこうかなっていう感じです。はい。で、目元のスネコスね、そんなに言うてスネコスってなんかさっき聞いたところによると、なんか結構流動性があるというか硬さがある系じゃないらしいから、こうやって気になる人は押してっていいんだって。押してってあげた方が確かに早く馴染んでいくような気がするんで、なんか珍しいよねそういうの。ボトックスの方は押したりしないでそのままがいいっぽいんだけど、スネコスに関してはこうやって押して馴染ませてね、早くこうフラットにしたい人は馴染ませてあげてもいいんだって。面白いよね。で、今若干ここら辺の唇がしびれてるんだけど、でも影がね少し減ったよねやっぱり。で、トータルで 0.7cc 入れたって言ってて、2対1ぐらいって言ってたから 0.5、0.2 ぐらいで入ってるかな。うん、自然。なんかやりすぎかもなく、やっぱね、もっと入れたくなっちゃう、もっとここをふっくらさせたくなるけど、笑った時とか絶対ね、やりすぎると顔って変になるから、物足りないぐらいでとどめておける人になりたい、私。何それ。って感じです。はーい。ちょっとしびれてるけど、こっちは全然ない。本当にちょっとだけしか入れてないから、しびれは唇の方まで全然来てないです。ね、面白いのは針穴開けてさ、白カインが入ってるからさ、こうズン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 って皮膚の下進むときさ、全然痛くないの。ツンって最初にツンってここに到達したときちょっと痛かったけど、痛くなくてすっごい驚いた。こんな痛くないのと思って。この中だったら、痛みのランキングで言うと、スネコスかな。でもスネコスもブルブルーンみたいな、あれなんだっけ名前。ブルブルーンみたいなやつでやったから、4箇所打ったんだけど、この手前の2箇所、この皮膚が薄い、このクマがみんなが気になるとこ、ここがちょっと痛い感じはするけど、美顔器とかも EMS とかちょっとピリピリするときに、ワイブレーションモードをつけるとさ、ちょっとピリピリの感じ、が紛らわされるみたいな感じあるじゃん。ほんとそんな感じでブルブルしてるから、まあ針もともと細いしそんな痛くないです。はい。まあデコも少量なんで結構いっぱい入れると痛くなると思うんだけど、大して痛くないので、まあ私は基本的に麻酔とかはしません。こういうのは大して変わんないから。サスケの処置はあんまね、麻酔やっても変わんないかなっていうのが持論であるんで、ダーマペンの時はやるんですけど、こういう注入の時は基本的にちょっと冷やしていただきましたけど、まあそんぐらい。麻酔とかわざわざ塗るって待つのあんま痛み変わんない上に待ち時間長くなるので嫌なので、サクッと打ってもらっていつも帰ってきちゃいます。まだ針の刺し跡がなかった。楽しみ。前帰り道見たら鬼みたいになってめっちゃもらった。ブル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 もしまして、まあ痛みしてると思いますが。はーい。はーい、大丈夫です。そうですね。うん、気持ち悪い。すごい。ちょっと馴染ませていきますね。はい。でもこれ割とすぐ馴染みますよね。そうなんです。そうなんです。本当に。かなり重症のなんかのアレルギー。こんな感じで本当にじんわり馴染んでいくので。本当衝撃このフォルム。はい。久しぶりの顔面描きがこんな感じでした。ちょっとまあね、その後、ほうれい線の感じどうかなとかは、まあ、ほうれい線は今入れたばっかだから結構わかりやすいかなと思うんだけど、動画の方とかで、まあ、すっぴんとかも出してるので、おー、なんかすごいデコジワが最近目立たなくなってきたな、ボトックス効いてきてなとか、あ、目元ふっくらしたなとか、あ、ほうれい線の感じ、ちょっと良くなってんなとかは、見ていただけたらなっていうのと、またレポしていきたいかなと思います。
スネコスのねレポ少ないので、ちょっとね私結構継続的にやっていけたらなと思います。うん、でもやっぱりねいい感じ、私スネコスすごい好きなんだよね。いいなと思ったらみんなやってみて、私がだいたい最初にやるから、いいなって思ったらやってみてね、先生。はい、というわけで今日は久しぶりのこういう動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。